ユキ、あんた今どこにいるの？お父さんとお母さんが事故で病院に運ばれたって、ユキにも連絡は来てるはずだよね。来た来た。もう姉ちゃん病院に着いた感じ？どう？お父さんとお母さんまだ生きてた？それとも重傷？私が到着してすぐに息を引き取ったわ。残念だけど二人とも助からなかったの。うわ、ついにくたばったか。ざまみろ、バカ親だな。ユキ、あんたなんてことを言うの？両親が亡くなったのよ。でも私あの二人のこと大嫌いだったし、可愛い娘にお金も出し渋るし、むしろスッキリしたわ。嘘でしょ。でもまさかこんなすぐに二人とも亡くなるとはね。とりあえず私は遺産探ししてこないと。実家に行くから、病院関連の手続きは全部お姉ちゃんに任せた。え、病院にも来ないの？それに両親が亡くなったばかりなのに遺産の話って。別にこれぐらいいいじゃん。あの二人には今まで散々苦労させられたんだからさ、せめて最後にお金ぐらいもらわないと。苦労させられたのはお父さんとお母さんでしょ。ユキは昔から金遣いが荒くてまともに働きもしないし、しかも実家にお金の無心ばかりしてたんだもの。だからって絶縁することないじゃん。たまにパチンコで勝った時は高級菓子とか送ってあげてたのに。そんなの絶縁されて当然でしょ。挙句の果てに私の結婚式の時なんてご祝儀も持ってこないし、どれだけ私と両親が恥ずかしい思いしたと思ってるの。ああ、そうだっけ。まあいいじゃん、これから私たちには遺産が入るんだから仲良く半分かしようね。遺産の話は一旦終わり、まずは両親の葬儀が先だし、ユキにも手伝ってもらうわよ。絶縁したままだったからこそ、最後くらいはしっかり両親にお別れを言ってあげてよ。そんなだるいことやってられるかよ。私は遺産探しに忙しいから、葬儀関連も全部お姉ちゃんに任せた。え、それにしても遺産ってどれぐらいあるのかな。二人ともただの会社勤めだったけど役職とかついてたよね。真面目な二人だったし、退職金とかいろいろ溜め込んでるんだろうな。ユキは本当にお金のことばかりね。もういいわ、こっちは私一人で全部やるから、葬儀の邪魔だけはしないでよ。オッケー、代わりに遺産関連は私に全部任せてね。ハルキ、ごめんね。私やっぱりしばらく実家に帰ることになりそう。両親が二人とも息を引き取ったの。こんな急に亡くなるなんて、両親のこと本当に悲しいね。こっちのことは大丈夫だからゆっくりしておいで。そういうとか俺も手伝うからさ。ありがとう。ユキは何もしてくれないみたいだし助かるよ。え、ユキちゃんと連絡取れたの？確かご両親と絶縁してからミカも会ってないよね。さすがに連絡したのよ。でも遺産のことばかり気にしててね、葬儀の準備も手伝う気がないみたい。そっか、相変わらずな感じなんだね。もう本当にあの子の頭の中にはお金のことしかないんだから。昔からお金にだらしなくてまともに働いたこともないし、ずっと両親にお金の無心をし続けて、ついには見限られて絶縁なのに、ずっと両親のことを逆恨みしてたみたい。え、そうなの？葬儀もまだなのに遺産の話なんておかしいよ。そっか、あ、でもごめんミカ、こんな時に言うのは本当に申し訳ないんだけどさ、もしよかったら遺産の状況は早めに確認してくれないかな。え、ハルキまで遺産が気になってるの？あ、違うんだ、実は俺ご両親にお金を貸してたんだよね。そうなの？私全然知らなかった。両親にいつから、どれくらいお金を貸してたの？去年の夏くらいからかな。最初は少額だったんだけど、徐々に頼まれる金額が増えてきて、でも全然返してくれなくて、全部合わせたら300万くらい。そんなに？なんで私に言わなかったのよ。ご両親が絶対にミカには内緒にって言うからさ、多分ミカに心配かけたくなかったんだと思う。でもさすがに300万って、どうしてそんなにお金に困ってたのかしら。二人ともちゃんと仕事してたし、年金も退職金もあるはずなのに。俺も詳しくは聞いてないんだ。いろいろと追及するのも返済を催促するのも言いづらくてさ。そうだよね、今まで何も気づかなくて本当にごめんなさい。しかも両親が迷惑をかけてたなんて。私娘としても嫁としても失格だね。ミカは何も悪くないよ。俺が独断で貸すことに決めたのも悪いし。正直に話してくれてありがとう。ユキが遺産を狙ってるのもあるし、私も早めに遺産は確認しておくね。ありがとう。でもまずは葬儀とかやるべきことを一つずつ解決していこう。俺もできる限りサポートするから。そうだね、
でも絶対にお金は返すからね。それじゃあしばらく帰れないけど、家のことをよろしくね。ちょっとユキ、葬儀にも来ないなんてどういうつもり？準備や手伝いは期待してなかったけど、親の葬儀にも顔を出せないなんて非常識すぎるでしょ。あーごめんね、久々のショッピングが楽しすぎてさ、つい夢中になっちゃったんだよ。ショッピング？葬儀よりそんなものが大事だっていうの？だってさ、こんなチャンスめったにないじゃん。大金握りしめて高級ブランド店巡りしてきたの。大金ってあんたのどこにそんなお金があるのよ。どうせ今もまともに働いてなんかないんでしょ。それが昨日実家で見つけちゃったの。両親の寝室にあったタンスに現金500万もあったの。まさかそれをもう使ってるの？うん、だってこれお父さんたちの遺産でしょ。ってことは娘の私が使っても何も問題なし。でもごめんね、うっかり全部使い切ったの。全部？遺産は仲良く半分こしようって約束したのに。いやー、うっかりうっかり。嘘でしょ。あれ、もしかしてお姉ちゃんも意外と遺産に期待してた感じ？あれだけ私真面目ぶって説教してたのに。そんなんじゃないわよ、全く何の相談もなく勝手に使うなんて。いやー、目の前に現金500万もあったからつい手が伸びちゃって。でもお父さんたちもひどいよね。こんなにあるならとっととよこせばいいのに。それを絶縁して家から追い出すなんて意地悪の親だったよね。そんな言い方しないの。最終的には絶縁したけど、それまではずっとユキのことを信じて応援してたのよ。そんな両親に見切りをつけられるあんたが悪いんでしょうが。はあ、私は何も悪くないもん。自由にして何が悪いの？親なら産んだ子供を不自由なくさせる義務があるでしょうが。成人したいい大人が何を言ってるのよ。たく、お姉ちゃんもお父さんもお母さんも頭固すぎ。親は子供に甘えられるのが何よりも嬉しいはずでしょ。なのに私と絶縁して追い出しやがって。きっと事故もドケチ両親への天罰よ。ざまあみろユキ。親の遺産なんだから好きに使って何が悪いのよ。こんな大金を隠してたなんて許せないよね。借金の間違いじゃない？え、何追い出すのよ、お姉ちゃんたら。あの真面目な両親が借金なんてするわけないでしょ。それが最近の両親は真面目どころかだらしなかったみたいなのよ。え、春樹からいろいろと話を聞いて両親の遺産のこと調べたの。その結果、通帳の残高はほとんど残ってないことが分かってね。っていうかもう銀行口座なんて全部解約までしてたみたいだし。そうなの？まさかタンスに現金があるとは思わなかったけど、多分いろんな人から借りたお金をそこで保管してたんじゃない？え、ちょっと待ってよ、さくら何言ってるの？あの両親がだらしないって借金してたって？お父さんとお母さん、あんたの影響で金遣いが荒くなってたみたいなの。え？貯金も退職金も年金も使い込んでしまったらしいんだよね。はあ？私のせいでどういうことよ。私は絶縁されたっきりお父さんたちと連絡を何も取ってないから。真面目すぎるゆえに興味を持っちゃったみたいでね。ユキはパチンコやギャンブルにも手を出してたでしょ。親に絶縁を言い渡されてもやめられないぐらいに面白いのかって興味本位で手を出したみたいなの。まさかそれであの二人もハマったとか？そうなの。ずっと真面目に生きてきた反動なのか、あっという間に夢中になって気づけば資産を何もかもつぎ込んでしまったみたい。あの二人がパチンコ屋にいるなんて想像つかないんだけど。私もだよ。でも近所の人から教えてもらったんだよね。開店前から夫婦仲良く並んでたよって。ガチじゃん。開店前から並ぶのってかなりのガチなやつじゃん。でも運はなかったみたいね。あっという間にお金は消えて、そして金策に走って親戚やお友達から借りてたみたいなの。借金してまでパチンコって最低の極みすぎるでしょ。親に無心しまくってたあんたが言ってんじゃないわよ。ついには私の夫からもお金を借りててね。みんなは真面目な両親のことを信じて貸してたみたい。ずっと真面目に生きてきたからこそ信用もあるし、皆さんは何のための借金なのかも聞かなかったみたい。それ一番やっちゃダメなやつじゃん。信用売ってお金を作ったようなものだもん。それが一番失うものも多い最悪な借金スタイルなのに。さすが経験者の声は重みがあるわね。それで借金ってどれぐらいある感じなの？ざっと合わせて2000万ぐらいかな。2000万？
それだけ借りたってことは、それだけ信用信頼があったってこと。それを失ってまでやることがパチンコって、もう呆れるしかないよね。多分両親の遺産はこの負の遺産しか残ってないわよ。でも現金500万はあったし、これは借りたお金じゃなくて買ったお金かもよ。かもね。だとしても借金の金額の方が断然上。あんたが使う前に返済に回さなきゃいけないお金だったのよ。なのにユキったら全部使い切っちゃうって。そのお金を使ったってことは法的に相続を受けたってことになるの。つまり借金も相続することになるわ。嘘でしょ、借金の相続なんていらないんだけど。そう言われてももうあんたは相続放棄できないし、頑張って両親の代わりに借金を返しなさい。無理だよそんなの。お姉ちゃんも一緒に返済助けてよ。それこそ無理ね。私は相続放棄を考えてるし、一緒に返済する義務なんてないから。相続放棄？お姉ちゃんだけずるいよ。私を見捨てるつもり？勝手にあんたが最悪な方向にクラウチングスタートを決めたんでしょうが。そんな、でもきっとなんかあるはずだよね。現金とかなくても家とか土地とか売れば。そうだ、お姉ちゃんが相続放棄したら全部私のものになるんでしょ。ある意味これってラッキーだよね。前向きなところだけを褒めてあげれば。とにかく私は相続放棄するし、夫の借金も請求するからね。しっかり皆さんに返済しなさいよ。家と土地さえ売ればそんなの余裕余裕。むしろプラスになって当分は遊んで暮らせるはずよ。みーちゃんどうしよう。もう私の人生終わりだよ。実家のどこにも金目なものがないんだけど。こんな夜遅くにどうしたのよ。どうしたもこしたもないのよ。私今から夜逃げするしかないの、本気だから。夜逃げって借金を踏み倒すつもり？だってもう絶対に払えないもん。実家中ひっくり返して遺産探したんだけど、本当にお金がなくて、出てくるのは督促状とか借金のものばかり。タンスの裏、本棚の裏、床下まで確認したのに。でも最後の手段の家と土地があるでしょ。それ売れば余裕だって言ってたじゃない。あの時の自分をぶん殴りたい。すぐに売ろうとしたけど、家も土地も全部タンスに入ってたの。それってつまりもう両親が手放してたってこと？嘘みたい。ビビって商社金融には金借りれなかったくせに、パチンコ友達から紹介してもらった闇金には手を出してたみたいなの。闇金に？それでいいように担保にされてたみたい。ご近所さんの目もあるし、取り立てや督促状は一切やらない。その代わりしっかり担保を設定してもらうって話だったんだって。両親の真面目で世間体を気にする性格をついてきたわけね。闇金ってすごいわね。監視してる場合じゃないんだよ。さっき闇金の人たちが家に来てね、もう両親も亡くなったから担保の家と土地はもらうって。だから今すぐ出ていくか、私が全額返すか、どちらかだって。ちなみにその闇金からはいくら借りてたの？1000万。それで借金は合計3000万か。こんなで無理だよ。あんたたち借金あるのに、なんで親でも背負わなきゃいけないのよ。あんたも借金あるの？あるに決まってるでしょ。この私が一度でもまともに働いてたことがある？常に借金と借りの無心とギャンブルで生きてきたんだから。もうやだこんな家族。なんだったらお父さんたちの遺産を手にしてたのに。調子の手追加でまた消費者金融から借りてたのに、私の人生終わりだよ。ユキの借金はいくらあるの？多分600万ぐらい。でも利子がとんでもないことになってるはずだから、正式な金額は分かんない。自分の借金総額も分かんないなんて本当に終わってるわね。お姉ちゃん、一生のお願い、私のこと助けてくれない？一緒に返済手伝ってくれたら夜逃げしないで済むの。無理無理、そんな借金まみれに関わったら私たちの人生も終わり。というわけでもう連絡してこないでくれる？この際言わせてもらうけど、あなたと縁を切ることにしたの。そんなひどい。両親もいなくなってたった一人の家族なんだよ。でもあんたはたった一人の家族の結婚も祝ってくれなかったじゃない。ご祝儀もなく、そのくせ結婚式では好きなだけご飯を食べ散らかして、あの時からあんたとは距離を置きたかったの。そんなに怒ってたの？もちろんでしょ。昔からあんたのだらしないところは嫌いだった。そしてその結果がこれ。私は守るべき家族もあるし、悪縁切らせてもらいます。待ってよ姉ちゃん。私変われるから、今度こそ真面目に生きるから見捨てないで。変わる覚悟があるなら夫への借金を返してほしいところだけどね。それじゃ元気でね、ユキ。それからしばらくして、ユキから全員に借金返済の振り込みがありました。
どうしたのかとびっくりしていたのですが、どうやらあの後すぐに夜逃げしようとしたそうですが、闇金に見つかり即確保。事情は聞いた。かわいそうに、全部うちが立て替えてみんなへの返済を手伝ってあげるね、と言葉巧みに劇自身も金を借りることになり、今は闇金先紹介の怪しいバイトを必死にこなしているとか。気づいた時にはもう後戻りできないところまで来ているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。